大研のおすすめサウンドマルチルームってどんな部屋？皆さんこんにちは、レポーターの田淵真里奈です。今回岡山の大研でレポートしてくれるのはラジオや MC で活躍するマリネーこと田淵真里奈。なんとこちらでは遮音や吸音の音環境について実際に体感させていただけるということで、早速お邪魔したいと思います。こんにちは。田淵さん、ようこそ。お待ちしておりました。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。大研音のスペシャリスト、くぬぎゆうた。では早速質問なんですが、はい、田淵さんはお家で過ごされる時間は多い方ですか？そうですね、やはりこのご時世ですから随分と部屋で過ごす時間が増えましたね。最近は在宅ワークされる方も急増して、それに伴いお部屋の過ごし方の快適性に強く影響する音環境について気にされる方が急増しているのが現状です。実は私もウェブ会議を自宅ですることが増えたので、隣の部屋に会議の内容は聞こえてるんじゃないかって気になってたんです。お客様からの防音相談は比較的小さなお部屋での防音についてのお問い合わせが増えています。そこで大研はサウンドマルチルームをお勧めします。サウンドマルチルーム。はい、サウンドマルチルームとはお家の中で少し大きな音を出したり、逆に静かに過ごしたい時など家族が多目的に使えることを目的としたお部屋です。本格的な防音室まではいらないけれど、生活音のちょっとした大きな音に対策したいというお考えの方におすすめのお部屋です。そんな至れり尽くせりのお部屋を今回は体感させていただけるということでしょうか？はい、田淵さんに今回体感いただくのはサウンドマルチルームの遮音性能が 30dB、 吸音が強めのタイプのお部屋です。まずはお部屋の完成イメージを CG で作ったので、こちらをご覧ください。ウェブ会議などの話し声が室外側へ聞こえにくいように、かつ室外側からの音も聞こえにくいように配慮したプランです。それはウェブ会議をする方にぴったりのプランですね。はい、さらに吸音性能は強めに設定しておりますので、ウェブ会議中のお互いの声の反響を抑え聞き取りやすくなります。声の反響まで配慮された空間なんですね。はい、その他にもオンライン授業や動画視聴、動画撮影、ゲーミングルームとしてもおすすめの空間です。なるほど、これならいろんな方におすすめできますね。それでは性能が体感できるお部屋へ行ってみましょう。はい、お願いします。こちらは防音を施していない一般的な居室です。へえ、大研さんは実際に部屋も作ってるんですか？すごいですね。はい、こちらのお部屋は壁と天井が石膏ボードにビニールクロス仕上げになっております。では今から弊社が2022年に作成した映像の音声を流しながら、こちらの騒音計を使って音の大きさを測ってみます。はい、お願いします。サウンドセンターは40年前から始まったわけなんですが、現在約70dB ですね。そうですね。それから個別の見積もりでは、次に外で扉を閉めて測ってみましょう。わかりました。組織の間に行うぐらいに広がっております。田淵さん、扉を閉めると騒音計の値はいくつになりましたか？約53dB です。結構中から音が漏れてますね。こちらがサウンドマルチルーム、遮音性能が 30dB、 吸音が強めのタイプのお部屋です。では中へお入りください。はい、失礼します。こちらがサウンドマルチルームですね。こんなに大研製品が使われているんですね。そうなんです。それではこちらでも先ほどと同じように音を流してみますね。はい、サウンドセンターは40年前から始まったわけなんですが、現在問い合わせ件数が約1000件。では外でも音を確認してみましょう。わかりました。見積もり提案がだいたい350件1月の間に行う。すごい、先ほどと比べて音漏れが少なく感じます。騒音計の数値はどうですか？約38dB です。約32dB小さくなりましたね。音の数値が10dB 違うと人間の耳には
音が半分になったと感じると言われているので約8分の1の音になったということですね。なるほど、確かに目でも耳でも違いを実感できました。遮音はバッチリ体感いただけたと思いますが、室内で音が響きすぎていると居心地がいい空間とは言えないので、次は室内の吸音性能の違いを体感いただきましょう。はい、お願いします。石膏ボードにビニールクロス仕上げのお部屋の響きはいかがですか？はい、少し声が響きすぎていて聞き取りづらいかもしれませんね。そうですよね、うん、では分かりやすいように手を叩いてみます。はい、やっぱり響きすぎていて快適な響きとは思えないですね。こちらは天井にダイケンの音天、一部の壁に音ピタを使用したサウンドマルチルーム、遮音性能が 30dB、吸音が強めのタイプのお部屋です。お部屋の響きはいかがですか？はい、響きが抑えられていて声がはっきりと聞き取りやすくなりました。では手を叩いてみます。はい、かなり違いますね。快適な響きです。音の響きすぎは快適性に影響しており、テレワーク時の会議でも聞き取りにくくなり、仕事にも影響を及ぼしかねないのです。そこでダイケンが提案するサウンドマルチルームで快適なお部屋を作ってみませんか？サウンドマルチルームがどんな部屋かよくわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。カタログ資料のご請求、ご質問はお客様センターまでお待ちしております。昨日を超える未来へ、ダイケン。